アイテム番号 SCP-349-JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-349-JP はケースに収納した状態でパスワード付きのロッカーに収容されます。 SCP-349-JP を取り出す場合はトングやロボットアームなどを使用し決して手で触れないようにしてください。SCP-349-JP の異常性は素手だけでなく手袋越しや義手で触れた場合も発現することに注意してください。 SCP-349-JP の実験を行う場合レベル2以上のセキュリティクリアランスを持つ職員の許可が必要です。実験時には被験者を終了させる場合を除き SCP-349-JP を即座に取り上げられるように担当職員は被験者の近くで待機し取り上げる際はトングを使用する。被験者の手から叩き落とすと、手で触れないように行ってください。説明。SCP-349-JP は一般的な形状をした。長さ 7cm×幅 1.5cm×高さ 1.8cm。重さ約 40g の人用の爪切りです。材質は約 90% がステンレスによるもので、残る 10% は人の歯を加工したものであることが判明しています。SCP-349-JP は通常、一般的な爪切りとの機能的な差異は全く見られませんが、口述する異常性の発現中においては、金属製の義手や人工臓器であっても切り取ることが可能です。SCP-349-JP を手に取った人物、以下、被験者と表記、の腕は自律的に動き出し、SCP-349-JP を用いて被験者の爪を切り始めますが、爪だけでなく指から腕または足、最終的に SCP-349-JP を手に取った腕以外の全身を切り取ろうとし、被験者はこれらの行動を自覚していないように思われます。また被験者自身や SCP-349-JP によって切り取った被験者の身体の破片は出血を起こさず、さらに被験者の脳や心臓が切り取られても被験者は問題なく生存を続けているように振る舞い、また口や喉が切り取られても口が存在していた場所から被験者の声が発せられます。この状態の被験者は外部からの物理的な干渉に抵抗を見せないため、SCP-349-JP は簡単に取り上げることが可能です。以上の SCP-349-JP による影響は、SCP-349-JP を手に取った腕以外の全身が切り取られるか、SCP-XXXJP が被験者の手から離れるまで持続します。影響が解除された被験者は出血や痛みを自覚し、重要な器官が切り取られていた場合は死亡します。SCP-349-JP は2010年月日、埼玉県町のアパートで、部屋が血まみれになっていると対価から通報を受けた警察が発見し、現場の異常性から財団の調査チームが派遣。財団職員3名が指や腕を失う怪我を負ったことで SCP-349-JP の異常性が発覚。その回収と関係者や近隣住民への記憶処置が行われました。発見時、部屋中に血液や筋肉、骨などの人体を構成する部位が細かくちぎれて散乱しており、SCP-349-JP を手に持った男性の右腕のみが存在していました。DNA 鑑定の結果、この男性の右腕はこの部屋を借りていた大学生であったと判明しています。男性は SCP-349-JP をインターネット通販サイト COJP で購入したとみられ、現在 SCP-349-JP の出品者である死の身元を調査中です。追記を参照してください。ほい。SCP-349-JP 実験記録抜粋。実験記録 349-JP。9、日付、2010年月日。対象、B、34612。これまでの SCP-349-JP 実験により両手両足が義肢となっています。実験の記憶は処置済みで、
事故で義肢になったという偽装記憶を与えています。実施方法、これまでの実験により手袋や義肢であっても異常性が発現することが確認されており、両手が義肢の場合や手に爪がない場合でも異常性が発現することが判明しています。今回の実験では両手足が存在しない場合に異常性が発現するか、どのように発現するか実験します。また今回は途中で SCP-349-JP を被験者から取り上げず、最終的な経過を観察します。映像記録 349-JP、9、再生開始。標本研究員、では D、34612、あなたの前にあるケースを開けてください。D、34612、右手以外の義肢を外した状態で椅子に座り、机に向かっている。これか、どうやって開けるんだこれ。あ、こうか、何これ、爪切り、眩しい、標本研究員。はい。ではそれを持ってみてください。D、34612、わかった、これでいいのか。SCP-349-JP を右手で持ち、歯を左手首の断面に当てる。お腹すいた。いただきます。標本研究員。そうです。何か違和感はありますか？ B、34612。SCP-349-JP を使用し、左手を切り取り始める。違和感って言っても、いや、どう見ても普通の爪切りにしか見えないんだけど、むしゃむしゃ、ガリガリ、むしゃむしゃ、標本研究員。そうですか。ではそれを元のケースに戻してください。B、34612、戻したぞ。SCP-349-JP で左腕を切り取り続けている。足りない。いくら食べても、足りない。標本研究員、蓋は閉じましたか？ B、34612、おっと、これでいいか？ケースは開いた状態で放置されている。足りない。いくら食べても、満たされない。標本研究員。確かに。では1時間ほど待機していてください。何か違和感などを感じたら呼んでくださいね。B、34612。なんだよ。実験ってのはまだ続くのか？ガリガリ、むしゃむしゃ、ガリゴリ。標本研究員。あ、昼食を用意してますのでどうぞ。ナポリタンの食品サンプルを机に置く。B、34612。食品サンプルの方に一瞬だけ目を向けて。お、パスタか。ありがたいね。ここの食事は味気ないものばっかりだったからな。お腹すいたよ。いくら食べても、つきっぱなし。標本研究員。お味はいかがでしょうか？ B、34612。ナポリタンの食品サンプルには触れておらず。SCP-349-JP を使用し続けている。ああ、いや、久しぶりだからかな。なかなかうまいよ。ただ、片手だからちょっと食べにくいかな。爪、美味しくない。標本研究員。なるほど。ところでそのナポリタン、実はただの食品サンプルなんです。B、34612。へえ、道理でうまいわけだ。なあ。B クラスは食堂は使えないのかい？パパ、どうして？パパ、許して。標本研究員、何ですって？ B、34612、なんだよ、どうした？僕、どうして、爪しか食べられない。標本研究員、いえ、ですからそれ、食品サンプルなんです。触ればわかると思いますが、食堂なんて一言も言ってません。B、34612、そうかよ。なあなあ。C クラスに上がる方法ってないの？こういう飯毎日食えるんなら、俺、なんだってやるぜ。で、何が足りないんだ？お腹いっぱいって、何？標本研究員。すいません。何の話ですか？ B、34612。は、いや、何の話って、何が？ここから出して、お腹が空いたの。標本研究員。ですから、食堂や C クラスというのはどこから出てきたんですか？ B、34612。なんだよ。それなら早く言えよ。よっしゃ。なあ研究員さんよ。俺明日から頑張るぜ。足りない。いくら食べても、
足りない、標法研究員。何をですか？ B、34612。で、実験ってのはまだ続くのか？全然、足りないよ。パパ、約30分後。B、34612の SCP-349JP を持つ腕以外の全身を切り取り終えて腕が停止。実験室内に D、34612の血液と破片が散乱する。B、34612の腕と SCP-349JP が床に落ちる。ごちそうさま。お腹すいた。再生終了。分析。SCP-349JP はまず爪から切り取り始めますが、爪がなくても被験者の身体を切り取ろうとするようです。興味深いことに、B、34612は自身の腕を切り取っている間、差し出されたナポリタンが食品サンプルであったにもかかわらず自分がそれを食べていると認識し、標本研究員との会話は全く違う内容として聞き取っていたようです。SCP-349JP は被験者に対し違和感を感じさせないように認識を改変させると考えられます。2010年月日追記。 SCP-349JP の出品者とされると同じ名前の少年サイが2000年月日に栄養失調で死亡していることが判明しました。少年の父親は当時行方不明でしたが、データ削除の遺体が発見された場所と SCP-349JP 出品者の COJP アカウントの住所が一致しており、何らかの関係があると考えられます。2000年月日追記 SCP-349JP を収容しているロッカーの内側に、金属で削るような形で書かれた文章が発見されました。以前の定期収容確認では存在せず、不審な物音も発生していないため、これらの文章がいつ、どのように発生したかは不明です。文章配下のようなものです。お、な、か、す、い、た、よ、ぱ、ぱ、た、べ、さ、せ、て、この事件後、SCP-349JP は別のロッカーに再収容された上で監視が強化されましたが、今のところ同様の事件は発生していません。SCP-349JP のオブジェクトクラス変更、および特別収容プロトコルの改定については審議中です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。